大型で強い台風2号はあさってにかけ沖縄地方にかなり接近する見込みです。この影響で今日午後4時半までに県内の9つの市が明日臨時休校にすると発表しました。宮古島市と石垣市では状況を見て明日早朝までに判断するとしています。那覇市や宜野湾市など5つの市ではあさって2日までの臨時休校がすでに決定されています。